ウッドロー・ウィルソン記念橋、ウッドロー・ウィルソン記念橋は、アメリカ合衆国のポトマック川に架かる、戸ベ海峡であり、バージニア州アレクサンドリア独立市とメディーランド州、プリンス、ジョージ郡とをつないでいる。ウッドロー・ウィルソン記念橋の上を、週間高速道路95号線、及び、週間高速道路495号線が、通っている。 ウッドロー・ウィルソン記念橋の建設計画は1956年にアメリカ合衆国議会によって立案され、週刊高速道路網の一部として建設が決定した。橋の建設は1950年代後期に開始され、1961年12月28日に開通した。この橋の西側の橋脚は、バージニア州東側の橋脚は、 メリーランド州にあり、橋の中央部分の約30メートルの区間はコロンビア特別区の南端の角を横切っている。この橋の全長は約1800メートルで6本の車線があり、巨大な外交船舶がワシントン DC の港湾施設に入港できるよう、飛べ海峡として建設された。この橋の橋桁は1年間に約260回昇降する。 ウッドロー・ウィルソン大統領、ウッドロー・ウィルソン記念教という名称は、バージニア州ストーントンの出身で、1911年にニュージャージー州知事に選出され、1913年に第28代アメリカ合衆国大統領に就任したウッドロー・ウィルソンに敬意を表して命名された。ウィルソンは、大統領の任期中に1日平均2時間は自動車を運転していた。 そしてそれは自分自身を問題から解放するよりも先に自分の精神を問題から解放するためであったと伝えられている。ウィルソン大統領はアメリカ合衆国における自動車志向社会の衝動者であり、高速道路の整備を行った。ウィルソン大統領は1916年に優れた道路網はコミュニティを結び新たな交流を開き、 そして限りない自由をもたらすと述べている。橋を通る自動車、ウッドロー・ウィルソン記念橋が完成して以来、この橋を通行する車両台数は建設当初に想定されていた、交通量を大幅に上回る状況が続いた。建設当初では1日あたり7万5000台の車両が通行できるよう設計されていたが、ワシントン大都市圏地域周辺の大幅な成長によって、 予想の2倍を超える1日20万台の交通量に膨れ上がった。さらにこの橋には十分に立証された深刻な維持補修に関する問題が存在し、1970年代から場当たり的な補修工事が繰り返された。2000年代初頭に至るまで根本的な解決がなされることはなく、ウッドロー・ウィルソン記念橋の老朽化は急速に進んだ。 新しい橋の土台メリーランド州、バージニア州、及び連邦高速道路局は、ウッドロー・ウィルソン記念橋が抱える問題に対して、長期にわたり解決策を検討してきた。そして長期にわたる研究と議論の末、交通処理能力を2倍に増やし、さらに橋桁を昇降する頻度を減らすために橋桁を高くする計画が決定された。 新たな橋の建設は1999年に開始された。既存のウッドロー・ウィルソン記念橋は2本の戸べ海橋に置き換えられ、車線は合計で12車線、橋桁の高さは約21メートルに上げられた。2006年に6車線のポトマック大橋が開通する予定であり、2008年にはすべての工事が完了する。また、既存のウッドロー・ウィルソン記念橋は、 新たな橋の開通後に撤去される予定である。新たな橋の橋桁は既存の橋よりも約6メートル高く、大部分の船舶は橋桁を昇降せずに航行できる。これにより橋桁を昇降する回数は1年間に約65回に減少できる。ウッドロー・ウィルソン記念橋は、週間高速道路網において数少ない飛べ海橋の中の一つである。ありがとうございます。